森流のインド話、よっしゃ行こう。はい、今週もやってまいりました。はい、前回韓国から出発しまして、でいよいよインドに入っていくわけですよ。もちろんめちゃくちゃ安い便で行ってるからトランジット韓国でして、そのインドの空港に着く時にはもう夜なんですよね。夜に着くってことも分かってたし、で実際着いてみるともうほんとガランとして、もうほぼバックパッカーだけが降りてくるみたいな感じの、何時ぐらい、まあでも10時とか11時だったとは思うんですけど、で着いて2人でどうするってなって、俺はそれ事前に調べてるぞっつってね、まずはパーティーを集めなきゃいけないんだと、これはいそ RPG なんだよと、まずは仲間集め大事だからっつって、で空港のなんていうのかな、中から出てそのくぐるともうはいインド始まりましたみたいなところあるじゃないですか、イミグレーションを抜けて、でそこの手前で寝るっていう選択肢もあるんですよね。だからそこで寝る人たちもいます、たくさんバックパッカーの人たち、お金を両替して、まあ出たら始まっちゃうから冒険が、冒険の開始を少し遅らせるって言ってもあるんですけど、次の日に、でももうとにかく冒険したかったから、まずはどうしようか困ってる人を探して、まず両替したのかな、両替して、で両替しながらもこいつは今出撃する気なのか、こうなんていうんですかね、もう旅を始める気なのか、それとも空港に泊まるやつなのかっていうことを確認 しながら行くわけですよ。で、仲間に声をかけ始めるわけですよ、そこら辺の冒険者たちに。でまず声かけたのがアメリカ人の男性、バックパッカーもう結構屈強で、もう何度も来てるだろうなっていう雰囲気の人がいいじゃないですか。で声をかけて、じゃもう一人ぐらい集めたいねっつって、だいたい4人ぐらいで行けるんじゃないみたいな、どうやらバスはもうないから、陸車なんていうのかな、そういう、まあ、バイク便タクシーみたいなもんですよね、インドの。それに乗れるには、まあ、4人は乗れるから4人集めようということで、もう一人アメリカ人の男性と、もう一人イスラエルの女性に声をかけて、この4人のパーティーが組まれたわけですよ。でよっしゃみんなで出るぞっつって、出ようとしたらもうそのゲートをくぐったらまだ空港内ですよ、ゲートをくぐったらでもまだ空港内ですけど、もうめちゃくちゃ僕らに声をかけわんとする、そのもうインドの人たちがたくさんいるんですよ。まあこんな言い方するともうゾンビのようにいるわけですよ、わーっつって。でも出ようもんならみんな声かけられるわけですよ。だからもう他にも出てる人たちいるじゃないですか。それのもう取り合いでもうどんどん人がいなくなっていくんですよ、そのバックパッカーたちはどんどん連れられていくみたいな。で俺らは一回無視してバスがあるか確認しようっつって、でバスがあるか確認しに行ったら、もちろんそんな時間だからないって言われて、じゃあどうやって行こうってなった時にやっぱりそのタクシーを使うしかないから、でもそうすると普通俺たちが選ぶじゃないですか、じゃなくてもう向こうのインドの人たちが競りを始めてんすよ、俺が連れてくみたいな競りがずっと始まってて、うわーっつって、もうわけもわかんない流れの中で、とにかくだったら一番安いやつのところで行くぜみたいな話になって、4人で、でもとにかく4人でギュッと強固になって力車に乗って行くと決めてたんで、でも競りが行われて、で俺らはこう連れて行かれたんですよ外に。うわいよいよ始まると思ったらもう結構胸は高鳴ってたんですよね。でもそうすると空港を出るじゃないですか、出たらもう力車の山、そのタクシー、インドタクシーの山なんですよ。でトゥクトゥクみたいなやつなんで、バイク、まあ、三輪ですよね、三輪車に僕ら乗り4人で、で運転手さんで後ろに3人と隣に1人だったかな、はい、まあ、乗って、でよし行こうっつって、まずはサダルストリートを目指すっつって、そのドミトリーとかがいっぱい密集してる地区まで行くんだと。多分ね3-40分は余裕でかかるんですよ、だ羽田みたいなもんですもんね、だから空港からかかるんですけど、そっからさあ行くぞってなったらレースが始まるんですよ、我先に出ていかなきゃいけないから。で待ちゃいいのにもう待たないから全員で出てこうとするんですよ道路に。そうすると何が起こるかっていうと、もうマリオカートが始まるんですよ。で俺らはそこで気づいたんですよ、もうガンガンぶつけながら行くから。俺は気づきました、少なくとも、あインドってこの空港が最大にして最強の敵なんじゃないかと。これがラストダンジョンぐらい、もうだってレベル1で立ち向かうさ、インドの人たちだから、向こうはもう百戦錬磨だから、でもこれいくら取られるんだろうなとか、もう不安も出てきつつ、
とにかくぶつかりまくりながら行くんですよ。マリカバナナの皮なんてもう踏んだらもうすごいもう回転するぐらいのねテンションのマリカーが始まって、でガンガンぶつかりながらで途中で飛ばすぜみたいな、で隣のやつもさ負けないぞみたいになってきて、イラ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 みたいなレースが始まって、でガーッと行くんですよ。でこれ俺らもだってさ、バックパッカーがさ、しかも異国のやつらが4人も集まってたらさ、募る会話というかちょっと自己紹介とかあるでしょ。もう全く無言ね、みんなで虚空を眺めるみたいな、虚空を眺めながら向かうみたいな感じで、でこうサダルストリートに着いて、で着いたよってなって、じゃあ降りていくらいくらっつって、まあじゃあ4人で割ろうってなったんだけど、やっぱり聞いてた値段と全然違うの。めちゃくちゃふっかけられるの。でこれまだ物価も分かんないから、多分今にして思うとそんなでもなかった可能性あるんですけど、払いたくないってなるじゃないですか。ここで舐められちゃおしまいだみたいな。そうすると今度仲間たちがゾロッとまたブワーッと出てくるんですよ。ホテルもうちに泊まってくんならいいぜとか、もうこうなんかどんどんいざこざ始まっちゃって、そのうちにアメリカ人の男性がもう嫌だってなって、こんなのこんな話し合い、もう俺はこれしか払わないっつっていなくなっちゃったんですよ。ってなって、じゃあ3人でどっか泊まるかってなって、でまあもうとにかくもうその時はもう波にもうこう揺られるだけしかできないから、もうとにかくちょっとだけ握って払って、イスラエルの女性とホテルに、ホテルっていうかまあそうですね、ホテルドミトリーにこう探しに行くんですよね。もういろんなとこ連れてかれて、俺が連れてくっていう人ばっかりいて、でももうその時に考える余裕とかないから、もうとにかく流れに任せるまま行ってたら、イスラエルの女性だけまた消えちゃって、でもこの時点でパーティー壊滅っていう事態が生まれました。でパーティー壊滅して、で結局ちょっと2人で言われるがまま2人部屋のホテルに泊まるという事態になりましたね。はい、ここまでがインド、インの話ですね。はい、パーティーラスボス、まあやっぱそう、ラストダンジョンだから入り口にして、パーティーは壊滅すんのよ。パーティーは壊滅しました。タモリのインド話。